トミー・エマニュエルは、オーストラリアのギタリスト。ニューサウスウェールズ州出身。グラミー賞に2回ノミネートされた、フィンガーピッキングの達人として有名で、今までに、ジェット・アトキンス、レス・ポール、エリック・クラプトンなど数々の有名なギタリストと、共演を果たしている。兄のフィル・エマニュエルも、オーストラリアで著名なギタリストであり、時折兄弟でセッションを行うことがある。 シドニーオリンピックの開会式でもフィルと共に演奏を披露している。奏法としては上実のフィンガーピッキングよりもサムピックを用いたチェットアトキンス奏法やフラットピックと指を併用したハイブリッドピッキングと呼ばれる奏法を多用する。中でもギターのボディヒットを駆使したギジバーカッションは彼の代名詞的奏法である。早弾きや ハーモニクスなどの秀逸なギターテクニックを披露する一方、ユーモアのあふれる性格からエンターテイナーとしての人気も高い。また、頻度は少ないものの、ボーカルもこなす。現在も使用されているメインギターはマトン 808t パーソナルとマトンテ1、マトンイビジー808テ、マトンイビジー808テック。いずれもレコーディングライブともに使用されるが、 パーカッシブな演奏によってボディが削られているのがわかる。楽器全体を駆使したその双方はギターへの負担も大きく何度もリペアに出されている。4歳で初めてギターを手にする。7歳の頃、ラジオでジェット・アトキンスの演奏を聴いたことで改めてギターに目覚め、10歳頃にはすでにプロのミュージシャンの一人として活動するなど、すでに才能の片鱗を見せていた。 ギター以外にもドラムやベースなども演奏できるマルチプレイヤーでもある。エレキギターも使用するが近年は主にアコースティックギターによる曲作りがメインでジェット・アトキンスやマイケル・ヘジスと並びアコギの神様と呼ばれることもある。晩年のジェット・アトキンスとは信仰が深く間違いなくこの地球上で最高のギタリストの一人と評されたほどでジェット本人から サーティファイドギタープレイヤーの称号を授かった数、少ないギタリストの一人。そのため、トミー・エマヌエル・ CGP と称される場合もある。2008年のライブアルバム、センターステージにおいて、坂本 Q の上を向いて、アルコーをカバーした。2005年より、毎年来日コンサートを実施しており、オシューコータローラが、ゲスト出演している。二千十年、彼の半世紀にわたる、 音楽活動とチャリティー活動、キッズアンダーカバーでの貢献が評価され、エリザベス2世から AM という称号を与えられた。ありがとうございます。